これ見てください。このキャットタワーで2匹一緒に寝るっていうのはすごく珍しいですね。いつもこの丸いテーブルの上でですね、それぞれが1匹ずつ寝てるんですけども、今日は2匹一緒に寝てますね。右側がしずかちゃん、左側がのび太くんです。最近はしずかちゃんが体がどんどん大きくなってですね、のび太くんとバトルしてもいい勝負するようになりました。キャットタワーではですね、あんまり遊ばないですけども、だいたいいつもここで寝るようになりましたね。この2本の尻尾見てください。こっちがしずかちゃん、こっちがのび太くんですね。しずかちゃんは三毛猫なんで色が濃いですね。のび太くんの茶色はですね、茶色はかなり薄いですね。こんな感じで寝てますけど。